こんにちは。なんていうんですかね、モテる力がない限りはずっと男女関係で揉めるっていうかね、苦しむでしょうし、それからやっぱりこうダイエットがねうまくいかなかったりするとずっと肥満に悩むでしょうね。まあ恋愛ならまだしも、肥満っていうのはその二次的な副作用をもたらしますからね、いろんな疾病を呼び寄せますから、ただ太ってて、まあ、かっこ悪いとか、動きにくいだけじゃなくって、実際にね心疾患とか脳卒中とかいろんなリスク高めますよね。まあ、そうやって健康上のリスクが高まるから、基本的に太るとモテにくいのかもしれないですね。やっぱ健康な人を人は求めますんで、本能的に健康体ってものとかね、なんかこうちょっとこう細マッチョっていうかね、たくましそうな人を男女とも求めてるのかなというふうな気がします。で、3つ目なんですけど、いつも私はねこういうふうに、まあ、恋愛か健康か、そして3つ目稼ぐことっていうふうに話すんですけども、その稼ぐことっていうのは永遠にやっぱついて回る問題だと思うんですよ。稼げなければお金が少ないから困るっていうことじゃないかなと思うんですよ。で、困るっていうのは自分がお金を使えなくて困るのもあるんですけども、周りの人から見るとお金を使ってもらえなくて困るんですよね。本来だったらみんな何がしかの商売をやってるか、なんか会社員やってるか、まあ、何か経済活動に参加してるわけですよ。で、全ての人がある意味売り手であるし、ある意味買い手であると言えます。その時にあんまりお金がない人に売るものっていうのが限られてくるんですよね。そうすると当然ですけども、物を売りたい人って人と物を買ってくれない人と付き合いにくくなるってところがあると思うんですよ。もちろん商売だけで付き合ってないですから、他の面でねしっかりと関係を保っていくこともできますけども、まあそれにしてもね、あんまり切り詰めすぎると、ちょっとお茶でも飲みに行こうか、ランチでも一緒にしようかって言ってもお金の面で付き合えなかったりとか、飲み会行こうって言ってもね、二次会とかもお金がないから行けないとかっていう問題になって、やっぱり限界が来るんですよね。しまいには飲み会自体が嫌いになっちゃったりとか、お金がないがゆえにね、人との関わりがあまり持てなくなって苦手になっていくってことで、やっぱこれもやっぱり二次的被害ってのあるのかなと思うんですよ。でもやっぱりこの特にね、たまにね私例に出すんですけども、そう、食べ放題飲み放題ってありますよね。で、広島市内でね、食べ放題飲み放題って大体3,000円ぐらいのやつが多いんですよ。3,000円で食べ放題飲み放題ってすごいですよね。提供する方が一方的な善意でやってるとしか思えないんですけどもね。だってドリンク1杯だって300円とか400円とかするはずですからね。まあ原価はもっと安いと思いますけども、まあ、そんな感じで薄利多売なのかなと思いながら使わせてもらったこともあるんですけども、まあ、けどね、やっぱりこう中には1万円の食べ放題飲み放題とか、私が知る中で10万円の食べ放題飲み放題ってあるんですよね。10万円の食べ放題飲み放題って出てくるメニューもそこに集まる人も、やっぱり10万円払う人なんですよ。当たり前ですけどね。で、3000円の食べ放題飲み放題って3000円払う人なんですよ。で、私が経験した中では3000円の食べ放題飲み放題って席がキツキツでね、やっぱりスペースの生産性高めるためにトイレに行く時になんか3人ぐらいの人が席立ってもらわないといけないみたいな感じなんですよ。だからそれはねすごく不自由だなと思いましたね。ただ食べ放題で飲み放題できればいいと思うんじゃなくて、それでトイレも混み合いすぎるんですよね。だから待たないといけなかったりするんですよ。だからちょっと私はね、窮屈でしたね、そういう意味ではね。でもさすがに1万円とか10万円の食べ放題飲み放題ってすごくいい感じでしたね。なんかそういった環境も、まあ、トイレも1個しかないみたいな感じじゃなくて、なんか3つぐらいね並んでたりとかね、で広かったりするんですよ。まあコストがかけれるからそういうことになるんでしょうけどね。まあそういうふうな感じで、お金の自由度が増すと、エンターテインメント、喜びの自由度も増すし、お金で済む問題をお金で済ませることができますし、なんでしょうね、まあ、単純な答えなんですけどね、まあ、けどやっぱなんかな、そこに向かおうと思えば向かえると思うんですよ私はね。そうしてみたいなとかね、
その世界に行ってみたいなと思ったら行けると思うんですよ。でもそれを諦めてしまえば、どんないいものもね、なかなか手に入らないっていうか、なんかよく言いますよね。なんか新しく仕事を始めました。例えば、病院に勤務することになりましたったらね、妙に道歩いてても、あ、何々病院だみたいな感じで、今まで意識もしなかった病院が目についてくるみたいなことがありますよね。だから自分が意識しだすと、そういうものが、情報がどん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 飛び込んでくるようになると思うんですよ。同じように金稼ごうと思ったり、真摯に1円とか10円とかにこだわりだすと、お金の動きにものすごく敏感になって、気づかなかった情報に気づけるようになると思うんですよね。だから本当に最初は自分が思うことで道は決まってくるのかなと思いましたね。だからどっかで諦めてみたりとか、自分には無理だよと思ったりね、あの人だからできたんだよみたいにひねくれてしまったら、永遠に道に光は差してこないのかなと私は思うんですけどもね。どうですかね。本日は以上ですね。はい、いってらっしゃい。